阪神競馬場今日のメインレース11レースは中州ステークス3歳以上1600万円以下ハンデ戦です。芝の内回り1400メートル出走馬13頭、去年はサングレーザーがここを勝って後の重賞ウィナーへと輝きました。次につながる勝ち方ができるかどうか。ゲートインが終わりました。スタートしました。一段の飛び出しです。先行争いは8番2円マイスター押して出ていきます。1馬身リードを取りました。2番手2番山勝グレース追ってる4番キアロスクール、今度は2番手に上がります。4番手は外10番サフランハート、馬群の中に6番名勝 V 段5番手です。中段に外を通って13番トラスト、馬群の中に11番レッドアンシル、中段前までは5、6馬身の位置、中段よりも後ろ1馬身半後方、内が1番レインボーフラッグ3コーナーカーブ、あとは外12番テラノバです。800を切りました。1馬身後方、内を通って7番ナムラアッパー、3、4コーナー中間で外は3番電光ウーノ、大外9番ルグランパントル、最後方に5番キーナンバーです。600を切って3、4コーナー中間、先頭8番 2M マイスター、リードは2馬身でこれから4コーナーのカーブ、2番手は4番キアロスクーロ、4コーナーに向かいます。3番手10番のサフランハート、第4コーナーをカーブして直線に向かいました。大外から接近する11番レッドアンシェル、さあ坂を登ってきますが、前の争いは8番2M マイスター、リードは1馬身半、4番キアロスクーロ、外から11番レッドアンシェル、大外1番レインボーフラッグ接近する、左右内からは2番の山勝グレース広がっていますが、先頭8番2M マイスター、2番手は接戦となりそうだ。先頭8番の2M マイスター3馬身リード合理、2着はわずかに1番レインボーフラッグ、あとは11番レッドアンシェル、内は2番山勝グレース広がっていました。8番2円マイスター好スタートを決めて先手奪って危なげなく逃げ切りました。鞍上は坂井学騎士に乗り換わっていました。1分20秒3の時計、2着争い3頭広がった大外、1番レインボーフラッグわずかに上がっています。11番レッドアンシェル、トップハンデ58キロ伸びをかきました。内は2番の山勝グレース、タイムは1分20秒3、上がりタイムゴールまでの 800m は45秒6、 600m は34秒3でした。8番2円マイスター、ゴール前は2馬身半から3馬身リードを取って危なげなく逃げ切りました。2着は大外から追い上げた1番レインボーフラッグ上がっています。11番レッドアンシェル3着、あとは2番山勝グレース4着、そして4番キアロスクーロの順番です。抜群のスタートから先手を奪って逃げ切った8番 2M マイスター1着、2着1番レインボーフラッグ、3着11番レッドアンシェル、4着2番山勝グレース、5着4番のキアロスクーロでした。収集ステークス確定までお待ちください。